美濃に出会う前は様々ないろんな悩みとかがあったということなんですけど、はい、ここからどういうふうに豊かな人生に変わっていったのか教えてください。まずはそのやっぱり自分のしたいことが何なのかがわからない、自分が何のために生きているのかもわからない、なんかこういつも悶々と不満足を抱えながら日常を過ごしているという毎日だったので、いろんなことを探しにあらゆる本を読んだし、あらゆる有名講演家という方のお話を聞きに行ったりして、本当にその時はあ、なるほどそうだよなって、そうすれば豊かな大満足の人生になれそうだなと思って実践するものの、結局1週間もするとそれがどっかに行っちゃって、また何か不満足な生活に戻ってしまうということの繰り返しだったんですけれども、それがそのビドに出会って毎日その美しく正しく生きるという生き方を知ることで、それを実践し始めたら、とにかく自分が何をすれば何のために生まれてきたのかがはっきりと分かって、どういうふうに生きれば豊かになるのかもはっきりと分かって、今は児童家としてボランティア活動をできるということがとっても本当に幸せなことで、東京とか大阪とかそういうところにも出かけられるようになった。今まではその義理の父と母の安全状況なので、なかなかこう夢が出かけるっていうことにものすごい後ろめたさもあって、家業をしているので遠慮をしていた自分から、誰かのためにという強い思いが湧いたことで、自分のこうやるべきことが分かったことで、本当に力強く自由に生きれるようになったことが、そうですね、お金の豊かさも本当に与えられて幸せな毎日になりました。はい、すごいですね。同居している皆様のすごい励みになると思います、ね、そうですね、同居してるとね、はい、なんかこう遠慮とかね、いろんな中でやっぱり過ごしている方も多いと思うんですよね。でもその中でもやっぱり自分のしたい人生を作れるんだっていうことは本当に、お伝えしたいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。